して2つ目は昨年の3月中、東北に住む若者がビジネスリーダーシップや起業などについて学ぶ合宿が7月下旬から10日間にわたって横浜を拠点にして行われました。これは横浜の NPO ファイブプラネッツが東北の若者に新しいビジネスの可能性などについて考えてもらおうと参加者を無償で募り企画したものです。We want young people from Tohoku to think beyond what they can do now, beyond what they see today, and introduce them to innovation and entrepreneurship. 宮城県や福島県から参加した大学生や会社員など7人は、経営者などによる講演を聞いたり、代替エネルギーのビジネスなどについて学んだりしたほか、東京の企業を訪問したりしました。They're people who are in a situation, they're living in Fukushima, their lives have been moved around and displaced by the disaster, and they're looking for what will the next step be. They're very motivated, but they might not have that business idea yet that's going to take them forward. Or they're working for another organization where there could be opportunity for them to be entrepreneurial, but they've never had any experience or any need to do it before.So what we hope to do is to, first of all, introduce them to what entrepreneurship is and how having an entrepreneurial mind can really help you no matter what your job is, but also to help empower them in thinking that they can really change their situation, that where they're living now, what they're doing now, doesn't have to be the same forever, that they have the power to make change. また参加者はMBA 保持者などの指導を受けながら独自のビジネスプランを作成し、合宿の集大成としてプレゼンテーションを行いました。安心する接し方って違いますよ。計画の完成度などについて経営者などによる審査が行われ、最優秀賞が選ばれました。宮城県石巻市出身で、その医学以外にもそのいろんな勉強をしたいと思っていたところ で最近は英語にも興味がありまして、それでこの企画はなんか新しい出会いとちょうどいいと思いまして参加しました。つまり我々は震災っていう他じゃ得られない経験をしました。じゃあそこから何か作っていかないと、ただ被害が出ただけで終わってしまう。NPO 法人なんですけども、自給自足のスマートな風力発電だとか太陽光発電だとかのエネルギーを使ってコミュニティを作って、生活医療福祉を改善させる。それによって、まあ、あの復興だけじゃなくて、その遠くから地震で得たものを使って世界のリーダーとしてこう全国あるいは世界にこう波というか、なんかこう勢いをこう回していくという、そういうイメージの事業と考えてました。もう早く復旧復興して自分たちの町に帰りたい、そういう思いでみんなで力を合わせて今生活しているところです。福島県楢葉町出身です。今は震災の影響で会津美里町に住んでいます。 IT 関係の企業に勤めています。多くの人が避難生活しているので、なかなかこうコミュニケーションを図る場がなくて、そういうコミュニティの場作りというのをお手伝いできればという考えで、例えばパソコン教室を開いたり、高齢者が多いので医療機器を使って無料でサービスを提供したり、そういう活動をしようと思って参加しました。どんどん自分が変わっていくのが分かって、もうずっとこんな感じで何事にも楽しくやっていけたらなって思います。無農薬なので安心で安全です。閉鎖型の空間ですので放射能の影響も受けません。福島県で大震災に私も遭いまして、まず私子供がいるので
地震が起きた時にまず福島から離れようかなって思いました、うん、子どもの将来がすごく心配で放射能のことについて全然知識も私自身が知識もなかったし何を信じていいのかもわからなかったので福島県を出ていこうかなって思ってたんですけどもやっぱり自分の地元なので福島県を誰が復興したりこれから復旧していくのかなって思った時にやっぱり住んでる自分たちが復興していかなきゃいけないなっていうふうに思ってで福島に残ることも決めてで福島のために自分が今何できるかなっていうことを考えてでこのプログラムをちょうど紹介してもらったのでそれで参加する決意をしました、私が提案したビジネスプランはアクアポニクスというシステムを使った新しい農業の形です。アクアポニクスシステムというのは、魚の養殖と野菜の水耕栽培を一緒にしたシステムのことで福島県は今放射能汚染の土壌が広がっていて土壌を使った農業ができなくなってきているので水耕栽培にして安心と安全を打ち出した新しい農業の形で野菜を提供しようということを考えました。震災の前に戻るっていうのは私は実は反対なんですね。で実際大震災が起きる前の東北の状態も特にいいものじゃなかったと私は感じてます。経済の状態もそうですけどもなので私はこれを本当にチャンスにして今までよりももっと先を目指してそこに力を注いで東北が世界を引っ張っていけるようなこう事業を起こすことがこれからの復興につながっていくと思っているのでそのためには若い力っていうのは本当に必要だと思うしこういうプランを通してネットワークを広げたりとか海外のことを学ぶっていうことはすごく大事なことだと思いました。1、2、3